アメリカ人カップルのココさんとパトリックさんは夏の休暇をギリシャで過ごしていました。2024年7月のある日、エーゲ海に浮かぶスペチェス島を訪れていたココさんたちは、島の港で海面に浮かぶ黒い影に気づきました。それが小さな子猫だと気づいたココさんは、ためらうことなく海に飛び込み、子猫の体を岸に運び上げました。しかしこの時点で子猫には意識がなく、ぐったりしている様子でした。この子は助かるかしらと不安を覚えたココさん。ところがその瞬間、子猫が鳴き声を上げたのです。その鳴き声を聞いたココさんたちはすぐに子猫を地元のスペチェス動物保護センターに連れて行きました。適切な治療を受け、ご飯をいっぱい食べて、子猫はみるみるうちに元気を取り戻していきました。その様子をずっと見守るうちに、ココさんとパトリックさんは子猫との間に不思議な絆が結ばれていくのを感じていました。やがて休暇は終わり、二人はアメリカに帰らなければならなくなりました。ところがその時点で二人の心は決まっていました。この子をアメリカに連れて帰ろう。二人は子猫に出会った島の名前にちなんで、スペッツィという名前をつけました。そして一緒に飛行機に乗って、アメリカへと連れ帰ることになったのです。一番心配だったのは、スペッツィが長いフライトの間、鳴き声を上げたり、粗相をしたりすることでした。私は機内持ち込み用のキャリーバッグとトイレ用のパッド、掃除道具を準備して飛行機に乗り込みました。でも蓋を開けてみたら、スペッツィはフライト中、ほとんどの時間を眠って過ごしてくれたんです。と、ココさんは話しています。ちなみに航空会社によっては、キャリーなどに入れたペットを客室内に同伴できるフライトもあるそうです。そして無事アメリカに到着したスペッツィでしたが、ココさんたちにはもう一つ心配事がありました。二人の家にはこれまで猫と接した経験のない先住犬たちがいたのです。彼らとスペッツィはうまくやっていけるのだろうか。ココさんたちはまずスペッツィをバスルームに隔離し、犬の毛布をそばに置いてお互いの匂いに慣れさせることにしました。1週間後、今度は窓ガラス越しに対面させ、次は同じ室内に入れてと、根気よくペットたちがそれぞれの存在を受け入れられるよう気を配りました。そのおかげで今では犬たちとスペッツィはすっかり仲良しになりました。ココさんに助けられた時、スペッツィは岸からかなり離れた場所を漂っていました。自分で落ちたとは考えにくく、誰かがボートから投げ捨てたのではと疑う声もあったようです。だとしたら許せない行動ですね。実はあの時、現地の警察はココさんに、危険なので海に飛び込まないようにと警告をしたそうですが、子猫の命には代えられないと、ココさんは危険を顧みず海に飛び込みました。その決断がなければ、スペッツィは今ここにこうしてはいなかったでしょう。私が世界で一番好きなことは、愛犬たちと散歩をすることなんです。なので基本的に、スペッツィが来てからもその習慣は続けています。変わったのはスペッツィも一緒に行くようになったこと。彼女は散歩が気に入っているので、周囲に誰もいなければリードをつけて彼女にも冒険を楽しませています。多分私たちはみんなお互いにいい影響を与え合っていて、それが何よりも素晴らしいことだと思っています。とココさんが話しているように、スペッツィは幸せな毎日を送っているようです。ココさんたちの迅速な対応のおかげで、スペッツィの命が救われて本当に良かったですね。続いて、2024年4月、アラブ首長国連邦ドバイでは、12時間で1年分の雨が一気に降り、大規模な洪水が発生しました。道路は川となり、家屋は浸水し車が水没する中、白黒柄の猫が水没した車のドアに、必死にしがみついていました。中東アラブ首長国連邦とオマーンでは、2024年4月16日、過去75年間で観測史上最大の雨が降りました。
トバイの年間平均雨量は97ミリメートル、4月の平均雨量はたった8ミリメートルですが、16日夜までの24時間で160ミリメートル近くの雨が降り、年間降雨量を大きく上回りました。この暴風雨の影響で洪水が発生し、家屋は流され、幹線道路が冠水、鉄砲水も発生し、航空便や市内の公共交通機関は大混乱に陥ったのです。そんなドバイで、もはや川とかした道路で救命ボートを漕ぎながら救助活動を行っていた警察官が、水没した車のドアにしがみついている猫を発見しました。猫の体半分は完全に水に浸った状態で、流されないよう必死に耐えていました。発見した警察官はボートで猫の近くまで行くと、しっかりと両手で猫の体を押さえながら、自分のボートへと移しました。猫が暴れたら水に落ちて溺れてしまうところでしたが、猫は鳴き声を上げたものの、抵抗することなく、無事救助することができました。この後猫は安全な場所まで運ばれていき、飼い主がいるかどうかの確認がなされたといいます。九死に一生を得た猫でしたが、猫には9つの命があるとも言われているので、そのうちの1つを使って生き延びることができたのです。めったに大雨の降らないドバイの洪水は、至るところに混乱を引き起こしたようで、ドバイ国際空港では駐機場が水没しました。また、高級ブランド店が立ち並ぶ、観光客に人気のショッピングセンターも浸水し、SNS に投稿された映像では、水浸しになったショッピングモールや、駅構内の様子が映し出されていました。心優しい警察官のおかげで、尊い命が救われて、本当に良かったです。今頃は飼い主さんと再会できて、幸せに暮らしていることを願いたいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。